はい、皆さんこんにちは、メゾンブランシュの加藤です。ただいま、メゾンブランシュは、まん延防止、対策、期間中というかな、それでですね、今ゴールドステッカーを取得するための、申請を、提出中です。少しなんかいただくまでに時間がかかっているようですが、そういう状態なので、お酒の提供は、午後7時までは、できるということですので、閉店時間は8時ごろですかね、になっております。安心して、食事とお酒楽しんでください。